皆さんこんにちは、しなたんです。今回は3月17日発売のゼリー5月号の付録を一足先にゲットしたので、今回はそれのレビューとメイクをしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、それでは早速レビューとメイクをしていくんですけど、今回やるメイクはこんな感じで今ねやっているんですけど、また後でメイク動画も流すんですけど、その前にちょっと付録のコスメたちを紹介してレビューしていきたいと思います。今回3月17日に発売のジェリー5月号の付録はじゃん、こんな感じになっています。3つ入っているんですけど、またまたエモダとジェリーがコラボした付録になっています。はい、まず1つ目がアイシャドウパレットになっています。これ本当にすごいんですけど、10色入っていて、こんな感じでもう本当にカラフルで色鮮やかなシャドウたちが10色入っています。このねアイシャドウのデザインもすごい可愛いなと思います。ずつちょっと腕に出していきます。はい、腕に出してみるとこんな感じです。ところどころね発色があんまり分かりづらいかなっていうところもあるんですけど、そんなに発色がめちゃめちゃいいってわけではないんですけど、どれもすごく綺麗な色味で、なんかアイシャドウベースとかを塗ってあげるともっと発色が良くなるのかなと思います。アイシャドウを僕手に取ってみた感じも全然硬くなくって柔らかいので、手にねアイシャドウがつきやすいなと思いました。では続いてこちらのリップを出していきたいと思います。色味はこんな感じで、今つけているんですけど、ちょっとオレンジっぽいコーラルっぽい感じのカラーになってます。はい、塗ってみるとこんな感じです。もうリップは本当に発色が良くてびっくりしました。で、一見なんかマットっぽいんですけど、結構ツヤもある感じのタイプになっていて、全然乾燥とか気にならないのでいいなと思いました。すごい可愛い色味ですよね、この色。本当に春にぴったりだなと思います。はい、続いてこちらのグロスもつけていきます。なんかオレンジっぽいグロスになっていて、ナメが紫とピンクとゴールドが入っています。すごい可愛いですね、色味が。で、出してみるとこんな感じで、結構ね、そんなサラサラしてない、結構固めな、ちょっとボテっとした感じのグロスになっています。はい、出してみるとこんな感じです。結構ツヤツヤになりますよね。で、ラメもねすごい綺麗な色味なので、なんかでもちょっと不思議な色合いですよね。オレンジのグロスにちょっと紫とかラメが入っているのがすごい新鮮で可愛いなと思いました。はい、というわけで早速メイクをしていきたいと思います。で、この右側のちょっと使いやすそうな色味を使ってメイクしようかなと思ったんですけど、せっかくならちょっとね色味をアクセントになっている色味が何個か入っているので、ちょっと今回はねこちらを使ってみました。それではメイクに移ります。はい、それではメイクを始めていきます。まずチフレのメイキャップベースクリームで化粧下地を塗っていきます。そしてこのケイトのファンデーションをいきます。スポンジでなじませていきます。そしてこのコンシーラーでクマを隠していきます。で、パウダーで押さえていきます。アイシャドウをする前にマックのアイシャドウベースをしたんですけど、それを取り忘れたので、それを塗ってからこの緑を重ねていきます。まず目頭の方に3分の1ぐらい伸ばして、この黄緑の色で境界線をちょっとぼかしていきます。上まぶたも下まぶたもやっていきます。そしてオレンジで目尻を塗っていきます。そしてこの濃い茶色で目尻を引き締めていきます。こんな感じでクを描くような感じで塗っていきます。こんな感じです。そしてこれもジェリーの付録なんですけど、ペンシルアイライナーで粘膜と目尻を延長させていきます。はい、こんな感じです。そして目尻の方も引いていきます。そしたらこの濃いブラウンで今引いたところをぼかしていきます。そして一番左のこの色を目頭にのせていきます。で、これはちょっとクリームっぽい感じだったので、上から普通のアイシャドウを重ねていきます。ビューラーしてまつげを上げてマスカラ下地を塗ります。今回は上下とも塗っていきました。そしてこの色で眉毛を描いていきます。
そしてキャンメイクのシェーディングパウダーでノーズシャドウとシェーディングをしていきます。そして付録のリップで今回はチークもしていっちゃいます。こんな感じでポンポンポンとなじませていきます。そしてミセのイルミネートパウダーで鼻筋と顎と目の下にハイライトを入れていきます。眉下にもアイシャドウをぼかすようなイメージで塗っていきます。そして今回ちょっとまつげにボリュームが欲しかったのでこのメイベリンのビッグショットを使って上下ともマスカラを塗っていきます。こんな感じです。そしてこのリップを塗っていって最後に付録のグロスを重ねていったらメイク完成です。はい、こんな感じでメイク完成しました、はい、私が想像してたのはもうちょっとなんか外国人っぽい感じのメイクを想像してやってみたんですけどちょっとなんかすごいバブリーな感じになってしまってバブル時代のギャルみたいな感じになっちゃったんですけどでも本当にこのアイシャドウもリップもリップグロスも全部発色が良くって特にこのアイシャドウパレットは10色入っているのでめちゃめちゃいいなと思いました。でこの3つが雑誌についてくるって考えるとすごいお得だなと思います。確か850円だったと思うので850円でこれだけついてきて雑誌もさらに読めてファッションセンスも上がるっていうなら絶対買った方がお得だなと思いました。本当に私もジェリーとエモダのコラボの付録はいつも気になっていて今までも2回ぐらい購入したことあるんですけど本当にどれもおすすめなので気になった方は3月17日発売のジェリー5月号をぜひぜひゲットしてみてください。少しでも参考になったなとか楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。